おはようございます。今日は10月15日、今時間は8時半前といったところですね。今日は、またまたなんですけど、ほうき場に来ております。本当は秋駒に行こうとしてたんですが、紅葉を見にですね、はい、秋駒がちょっと天候が悪いということで、妻と2人で、日奈岳登って紅葉を見ようと思います。田代帯はもう真っ赤に焼けてて超綺麗です。はい、来る道中もすごい綺麗でした。はい、期待をして登っていこうと思います。なめこ取れるかな。はい、じゃあ本日もスタートです。はい、登山道については前回あの八甲田霊山の時上がってってるんで、まあ、あの日奈岳分岐まではあまり取らないで行こうと思います。天気は最高、夕方から崩れるみたいですが、はい、登っていきます。先週より紅葉が進んでますね。はい、日奈岳分岐到着です。ここでちょっとは大休止ですね。休んでいきます。カルパスを食べながら、はい、分岐を出て八甲田三大急登と言われる日奈岳の最後の急登、妻も頑張っております。後ろには糸赤倉の絶景が超綺麗ですよ。はい、9合目まで登ってきました。これがね、日奈の騙されるとこなんですよね。9号と言いつつ、こっからが長いという。はい、頑張ります。はい、山頂近くの最後のハイウェイ、ここまで来ましたね。あとちょっとです。はい、日奈岳ピークハントでーす。やっぱり山内田はもうなくなってますね。誰かが撤去しちゃったみたい。後ろ高田大岳、最高です。絶景ですよー。山頂パノラマをどうぞ。高田大岳、綺麗ですねー。十和田方面、黒森と、あ、山の裾野がもう全部焼けてる。八幡岳、風車は撤去してください。野辺地烏帽子も見えますね。はい、残念ながら曇天なので紅葉がそこまで綺麗じゃないですけど、高田の裾野のあたりすごい綺麗になってます。はい、その模様どうぞ。高田大竹、こちらが十和田方面ですね。わあ、裾野が綺麗ですね。焼けてます。そして、高田から、こちらが、北側ですね。めっちゃ綺麗。この辺すげえ綺麗だ。三井市みたいだ。言い過ぎかな。今年の三井市はちょっといまいちですよね。いやー、いいなー。糸赤倉の裾野も綺麗です。いやー、でもこの高田の裾野、ここが一番綺麗ですね。はい。いいわ。絶景を見ながらブランチです。今日お昼は青森市内のラーメン屋行くんで、ここは軽めにブランチ。軽くねえか。はい、じゃあ取れ高十分なので下山します。いやー、だいぶ寒くなりましたね。妻はもうダウン着てます。はい、じゃあ降りていきます。またまたなめこ見つけました。ちょっと老金ですね。古いけど、まあ食べれるでしょう。いただきます。はい、ほうき場まで降りてきました。後ろに見える白いのがレストハウスほうき場さんですね。もうお昼なんですが、今日はこちらでご飯食べないで、あの市内に降りてですね、妻とラーメン屋に行ってデートをして、その後別に帰ろうと思います。今日は紅葉狩りで日奈岳に登ってみました。高田大岳の裾野かなり綺麗でしたね、あそこは。はい、2023の紅葉はこれで見納めかな。まあ地元の山も今から焼けてるんで、まあそれで楽しんだりしようかな。わかんないですけどね、まあ、まだ先はあるかもしれない。はい、はい、ということで下山の映像についてはちょっとピストンなんで割愛させてもらいました。今日はこの辺で終了です。ご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様でした。